リュッパーシュテットは、ドイツ連邦共和国にーダーザク先週、オスターホルツ軍のザムトゲマインでハムベルゲンに属す、町村である。この町は、同軍の最北部に位置している。この町は、ブレーメンの北、北ドイツ定地に位置している。この町は、以下の2つの地区からなる。この町は、北西は、アックスシュテット、北東は、ホルステ、南東は、ハムベルゲン、南西は、 オスターイコールシャルムベック、西は、ハーゲン、イムブレーミシェンと境を接している。この町は1105年にハンブルクブレーメン大司教、フリードリヒがラバースティーディ村などがブラムシテットの教会に帰属することを認める文書中に初めて記録された。1936年から1945年まで、ブレーマーバルトに弾薬の最終組み立てを行うための空軍弾薬庫。 リュッパーシュテッド空軍団役庫があり、1944年からは、ノイ・エンガンメ強制収容所の文書となっていた。2010年9月に演劇集団、ダスレッツェ・クライノートはドキュメンタリー風の演劇、ムナ・リュッパーシュテッドを上演した。2012年からムナ研究サークルがムナの敷地のガイドツアーを行っている。リュッパーシュテッドは、1974年3月1日、 ニーダーザク先週州の地域再編により、ハムベルゲン、アックスシュテット、ホルステ、ホラーゾーデと共にザムトゲマインでハムベルゲンを形成した。それまでこの町はベーザーミュンデ群に属していた。リュッパーシュテットの町議会は6議席で構成されている。人口501人から1000人のザムトゲマインで構成自治体の議員定数は通常8議席である。 2016年の町議会選挙でスピードからの立候補者が得票比例議席数に足らなかったため2議席は空席となった。町議会議員は5年ごとに選出される。町議会では上記の議員のほかに町長も投票権を有している。リュッパーシュテットの町長はディーター・ラングマークである。リュッパーシュテットの文章デザインは文章研究家で、 紋章画家のアルベルトデバ・ドラヘが制作した。彼は、クックスハーフェン軍で80の紋章をデザインした。図柄、赤字に、銀色の風車解説。風車はこの町の象徴的建造物である、オランダ風車を表している。リュッパーシュテットの風車リュッパーシュテットのハムベルゲントの町境付近に、2016年に高さ186。 メートルの風力発電機が7基建設された。出力は年間5万 7000MWh で1万8000個分の電力に相当する。建設費用は3500万ユーロであった。風力発電施設を受け入れてもらうために、この施設の所有者組織は収益や賃貸収入から公益を目的として助成金として毎年7200ユーロを村に支払っている。 一部のリュッパーシュテッド住民は2017年に報告されているように神経をすり減らす点滅する赤い光、創造シーローター、日照障害、さらには不眠症などの風力発電施設の影響に悩まされており、さらに不動産価値の低下についても心配している。隣町のアックスシュテッドに基礎家庭学校と幼稚園がある。 社会擁護施設バルトハウスリュッパーシュテット、リュッパーシュテットには一般治療院が1軒と社会擁護施設が1軒ある。この町は鉄道ブレーメンブレーマーハーフェン線の駅により交通網に接続している。連邦アウトバーン A27 号線は1 5トル離れており、軍道を使ってアクセスする。軍庁所在地のオスターイコールシャルムベックや 上級中心都市ブレーメントを結ぶ、主要交通路は4キロメートル離れた、連邦道 B74 号ブレーメン下で、1000である。ありがとうございます。